カイル・ウィルバーは、フロリダ州オーランド出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のラスベガスレーダースに所属している。ポジションはラインバッカー。高校時代は、ライバルズドットコムから全米で37番目のディフェンシブエンドとして評価され、進学したウェイクフォレスト大学以外に、セントラルフロリダ大学、コロラド州立大学、ケンタッキー大学、ミシシッピ大学、 ネブラスカ大学、ウィスコンシン大学からも、リクルーティングを受けた。2007年を、レッドシャツで過ごした後、1年時の2008年は、先発ディフェンシブエンドとしてプレーし、チーム4位の3サックを挙げて、カレッジフットボールニュースより、フレッシュマンのオールアメリカンに選ばれた。2年時の2009年には、ベーラー大学との開幕戦で、キックブロック、キュービーサック、 ファンブルリカバーと活躍したが、9月12日のスタンフォード大学戦で足を骨折し、7試合に欠場した。復帰戦となった11月7日のジョージア大学戦では、シーズンベストの8タックルを挙げた。3年時の2010年は、全12試合に先発出場し、チーム3位の65タックル、チームトップの6サックを挙げて、 アトランティックコーストカンファレンスのサードチームに選ばれた。この年シーズン途中に大学のディフェンスが3から4ディフェンスに変更されたことからディフェンシブエンドからアウトサイドラインバッカーにコンバートされた。4年時の2011年には自己ベストの70タックル3.5サックを挙げた。大学4年間で43試合に出場し15タックル13.5サックを挙げた。 2012年の NFL ドラフト4巡でダラスカウボーイズに指名された。同年6月14日、4年253万ドルで契約を結んだ。トレーニングキャンプでは、ビクター・バトラー、エイドリアン・ハミルトン、アレックス・オレブライトと控え、アウトサイド LB の座を争った。右人差し指を負傷し、オフシーズンの練習の多くを欠場した。 さらにプレシーズン第3週のアリゾナカージナルス戦で親指を骨折した。シーズン開幕時はデマーカスウェア、アンソニー・スペンサー、ビクター・バトラー、アレックス・オルブライトに次ぐ5番目のアウトサイドラインバッカーとして迎えた。ニューヨーク・ジャイアンツとの開幕戦にスペシャルチームの一員として出場した。この年16試合に出場し10タックル及びスペシャルチームで6タックルを挙げた。 シーズン終了後、ロブライアン守備コーディネーターがチームから解雇された。2013年、モンテキ・フィンが守備コーディネーターに就任、4から3ディフェンスにシステムが変わると、彼はディフェンシブエンドにコンバートされた。トレーニングキャンプでは、デボンテ・ホロマンラと控えの座を争った。9月22日のセントルイスラムズ戦で、サムブラッドフォードをサック。これがプロ初のサックとなった。 第6週のワシントン・レッドスキンズ戦に肘を負傷したデマーカスウェアの代役として初先発を果たし、1サック、1ファンブルフォースを挙げて勝利に貢献した。この年チームには負傷者が続出していたが、ディフェンスラインとしてだけでなく、ジャスティン・デュラントの代わりにストロングサイド LB としてもプレーした。第13週のオークランド・レーダース戦でストロングサイド LB として初先発した。 第14週のシカゴベアーズ戦では10タックルを挙げた。この年先発6試合を含む16試合に出場し、44タックル、2サックを挙げた。2014年、MLB のショーンリーが ACL を断裂したため、デュラントが MLB にコンバートされ、ウィルバーは先発ウィークサイド LB としてトレーニングキャンプを過ごした。プレシーズンゲームに入ると、 デマーカス・ローレンスが負傷したこともあり、ラインバッカーとディフェンシブエンドのそれぞれでプレーした。シーズン開幕時には、ストロングサイド LB ブルース、カーターの控えとなった。ローランド・マクレインが加入したため、デュラントはミドル LB からウィークサイド LB に戻った。この年彼は先発は3試合だけで、主に控えのパスラッシャーとして起用された。9月14日のテネシー・タイタンズ戦では9。 タックルを上げた。この年16試合に出場し、27タックル、1、5サックを上げた。2015年1月4日のデトロイトライオンズとのプレーオフで自身初のプレーオフ出場を果たし、マシュー・スタッフフォードのパスをインターセプト、チームは24から20で勝利した。2015年、デュラント、ブルース・カーターの対談、マクレインの出場停止により、 先発ストロングサイド LB となり、ミドル LB アンソニー・ヒッチンズ、ウィークサイド LB ショーンリーと共に起用された。第2週のフィラデルフィア・イーグルス戦でパントをブロック、そのままリターン TD を上げた。マクレインは4試合出場停止から復帰すると、控えに降格した。この年、全16試合に出場し、27タックルを上げた。またスペシャルチームでは、 チームトップタイの9タックルを挙げた。2016年3月11日、2年325万ドルでカウボーイズと契約を結んだ。デュラント、ヒッチンズ、アンドリュー・ガッカー、ダミアン・ウィルソン、マーク・エンゾチャと先発の座を争った。キャンプ中に背中を痛めたものの先発ストロングサイド、LB の座を勝ち取った。第5週のシンシナティ・ベンガルズ戦で先発したものの、首を負傷。 翌週の試合を欠場、その後も出場機会は減った。12月1日のミネソタバイキングス戦でファンブルォー,ースしたボールを自らリーカバー、17から15の勝利に貢献した。この年彼は先発1試合を含む15試合に出場、主にスペシャルチームでプレーした。チームは13勝3敗で NFC 東地区で優勝、ディビジョナルプレイオフの グリーンベイパッカーズ戦で31から34と、敗れた。2017年、シーズン開幕を先発ストロングサイド LB として、迎えたが、シーズン途中からダミアン・ウィルソンにポジションを奪われた。シーズン途中からは控え、ディフェンスラインマン及びスペシャルチームの一員として、プレーした。カウボーイズでは2012年から2017年まで、 先発16試合を含む89試合に、出場、104タックル、3.5サック、2ファンブルフォース、4ファンブルリカバーを挙げた。2018年3月17日、オークランドレーダースと2年275万ドルで契約を結んだ。2019年9月2日、レーダースと再契約を果たした。ありがとうございます。